糖質制限チョコバスクチーズケーキを作ります。チョコレート 50g、 500W のレンジで1分30秒加熱します。クリームチーズ 200g、 500W のレンジで1分加熱します。加熱したクリームチーズ、加熱したチョコレート、ラカント S 50g、 生クリーム 200cc、 卵2個、小麦粉大さじ1、30回ほどブンブン引っ張ります。型にクッキングシートを敷きます。生地を流し入れ、220度に予熱したオーブンで40分焼いたら完成です。